総流、空母、総流、総流、総流は、大日本帝国海軍の航空母艦、二航船所属艦。1942年6月5日に、ミッドウェイ海戦で沈没。総流は、建造に至るまで、航空巡洋艦も検討されるなどの右翼曲折を経て、最終的には、先行艦、宝将、赤城、加賀、龍城の運用経験に基づいて設計。 日本初の本格的空母として誕生した。また、台風で艦艇に被害が出た第四艦隊事件の影響で、船体を輪切りにしたり、また工事中に搭載予定航空機の機種や機数も幾度か変更されたため、偽装には困難が伴った。総流の名前は、帝国海軍の艦船としては、お召し艦総流に続いて二隻目。戦闘商法には、 総量の漢字表記も使用されている。なお戦後、この名称は、海上自衛隊の総流型潜水艦の一番艦、総流にも使用されている。環境は、右舷全部にあり、右舷中部に、下方排出式の煙突を二つ持つ。格納庫は二層式で、エレベーターは三機。後部エレベーター脇には、揚襲用クレーンを備え、加賀や流上に見られた。 格納庫交端の扉は廃止されている。15万馬力の機関を搭載した総流の最大速力は34.9キロトンを記録し、日本海軍では最も高速の航空母艦であった。また、排水量制限のために搭載機数は大型空母、赤木、かがより少ない。少しでも格納庫スペースを確保するために、ボイラーへの吸気や機関室の排気などは、 戦隊中央付近の原則に外付けされた箱型の通風塔で行われており、総流、飛流の外見上の特徴となっていた。従来環状機からの股間識別用として、飛行艦板後端に差の文字が書かれていたという説がある。一方で無記入だったとする説もある。ミッドウェイ作戦時の空撮写真に、それらしいものが全く写っておらず、ほぼ同条件で撮影された飛流は、 かろうじて、火の文字が反読できる。竣工から喪失までの間に、大きな階層はなかったが幾度か、小階層を施されている。右辺に設置されたマストは、竣工時には、環境直後の信号マスト1本と、無線マスト 25mm 基準の間に、無線マスト1本の計2本であったが、1939年の時点では5番広角法の後部に、 無線マスト1本が増設されている。他に竣工時にあった2本の滑走性施策のうち、後方のものは撤去され、残った1本の前後に新たに装備され、計3本になった。右に設置された環境は、駆逐艦の環境と、ほぼ同規模の大きさである。1941年に防空式書を拡大したという資料が残るというが、確認できる写真が残されていない。 1942年には、羅針環境全面に水面見張り所を増設、防空指揮所をさらに拡大した改正図が残されているが、こちらも実際に工事を行ったかを確認する写真は残されていない。総流には2 5ミリ機銃は14機あったが、うち3機は艦首に搭載。艦首に兵器搭載は本館が初である。あとに、 日本空母の標準装備となる完備の着艦標識、滑走静止装置が建造当初から設置されたのは、挿入が初めてであった。中型空母としての性能は、申し分ないものだったが、他の日本空母と同様に、ダメージコントロールの面では、米英空母と比べをとり、3カ所のエレベーターの前後に、防火鎧扉が設けられ、炭酸ガスで火災消火する方式である。 さらに航空規格濃庫は密閉式で爆風を逃せず、ミッドウェイ海戦における喪失の原因となった。こうした欠点は、可能な限り多くの航空機を搭載し、搭載戦闘機によって敵機を排除しようという発想から来ているものであった。1921年のワシントン海軍軍縮条約、1930年のロンドン海軍軍縮条約によって、 帝国海軍の航空母艦は8万1000トンに制限されるようになり、空母4隻、交将、赤城、加賀、龍城の排水量を差し引きした残枠は1万2630トンであった。このうち1922年、大正11年春工の交将は条約で定められた廃艦にできる慣例16年に間もなく達する予定であったため、帝国海軍は 交渉の大幹分8370トンも加えた残枠2万1000トンを用いた航空母艦2隻の建造を計画した。昭和7年度、1932年度に設計された基本計画番号 G6 案では、基準排水量1万2000トン、20.3センチメートル、連装砲3キロ門、12.7センチメートル、連装広角砲6基12門。 艦上機70機を搭載する航空巡洋艦として計画されていた。この G6 案が発展した昭和9年度、1934年度の G8 案では、基準排水量150トン、20.3センチメートル、連装砲1機、3連装砲1機5十12.7センチメートル、連装広角砲10機20門、艦上機100機が要求されたが、150トンの 艦隊に収めるのは不可能であり、最終的には 15.5cm 連想法1機、3連装砲1機5門、12.7cm 連装広角法8機16門、艦上機70機の計画となった。昭和9年度海軍軍備補充計画、通称、丸2計画によって、この G8 案を具体化する形で建造開始される予定であったが、 建造開始直前の1934年に水雷艇が転覆するともつる事件が発生した影響で、この設計では艦隊に比して過大な装備となることが懸念され、最終的には 15.5cm 砲を搭載しない形に改め設計されて建造開始された。これが後の総流である。基本計画番号は G9 となった。 また、総流建造開始後の1935年に第4艦隊事件が発生したため、さらに改め設計されている。この時、本艦の溶接構造に異常がないかを確認するため、浸水後の船体を2箇所で輪切りにして調査を行った。当初、総流型航空母艦は、軍縮条約の枠内で2隻を建造する予定であったが、 創立の建造開始直後の1934年、昭和9年12月に日本はワシントン軍宿条約からの脱退を通告しており、1936年、昭和11年12月に条約の効力が切れることが確定した。このため、排水量を抑える必要がなくなり、二番艦は創立からさらに拡大設計されて建造されることになっている。これが後の比流である。 なお、総流は、軍縮条約の関係各国に対して、排水量1万トン、水泉長209.84メートル、最大幅20.84メートルと通知された。戦前に公表されていた、排水量1万トンという数値から、アメリカ海軍内部では、総流型航空母艦は実際は1万6千トンクラスで、あるのに、小型空母というイメージが根強く残っていた。 ミッドウェイ海戦で曹竜を攻撃した SBD ドントレス急降下爆撃機の乗員が戦後に取材されたところ彼は上空から見た艦の大きさから爆撃したのは大型空母加賀だと思い込んでおり取材者に曹竜だったと指摘されると景色版でそんな小さな空母を爆撃したというのかと詰め寄ったと言うエンタープライズ、ホーネット、ヨークタウン攻撃隊は戦闘商法でいずれも 赤木、または、加賀を攻撃したと記録しており、総流を攻撃したと報告した、飛行隊はなかった。1934年、昭和9年11月20日、空母総流は、呉海軍交渉で寄港された。書類上では1935年、昭和10年1月23日に浸水したことになっているが、実際には12月23日に浸水した。 12月23日、大野一郎大佐は、総流偽装委員長に任命される。1936年、昭和13年4月1日、総流偽装委員長は、奥本武雄大佐に任命される。12月1日、総流偽装委員長に、別府昭友大佐が任命される。1937年、昭和12年8月16日、別府昭友大佐は、 総流初代艦長に任命される。11月11日の大焼けみでは、排水量18,871トン、機関出力152,483馬力で34.898ノットを発揮した。12月1日、総流艦長に、寺岡近平大佐が任命された。12月29日、引き渡し。1938年。 昭和13年11月15日、総流官長に、上野慶三大佐が任命された。1938年12月15日、総流は、第二航空戦隊、司令官、鮫島具重症省に編入される。1939年、昭和14年10月15日、総流官長は、山田貞吉大佐に交代する。10月20日、第二航空戦隊司令官も、 とつ道太郎少将に交代。1939年11月15日、潤道警官飛流の編入に伴い、二航戦は、空母2隻、双流、飛流及び、第11駆逐隊、初雪、白雪、吹雪という戦力になる。1940年、昭和15年10月11日、横浜港気で行われた、紀元2600年特別観観式に、 二航船の両艦と共に参加。十月十五日、総流艦長に、かばせカズだリ大佐が任命される。十一月一日、山口多門少将が、第二航空船隊司令官となる。十一月二十五日、総流艦長は、上坂か内大佐に交代する。1941年、昭和16年3月。 ベトナムとタイとの国境紛争を調停すべく南方へ進出中、第23駆逐隊、菊月、湯月の駆逐艦湯月と衝突事故を起こした。曹流艦首が湯月左舷中央部に乗り上げ、波行が生じた。両艦とも沈没の危険はなかったが、曹流は搭載機を移した後佐世保に戻って、ドックに入った。4月、修理を終えた曹流は横須賀に開港された。 1941年4月10日、第2航空戦隊、総流、飛流は、新設された第一航空艦隊に編入される。太平洋戦争開戦前の7月には、南部仏印進駐作戦の支援を行った。9月12日、赤木艦長、長谷川貴一大佐が、総流の艦長を兼務することになった。 9月12日府で内示された昭和17年度海軍戦時編成によれば、第12駆逐隊、村雲、篠の目は空母総流、飛流と第2航空戦隊を編成予定であった。しかし、第12駆逐隊の空母機動部隊への配属は実行されなかった。10月6日、長谷川大佐は赤木、総流艦長の兼務を説かれ、柳本隆作大佐が 総流の艦長に任命された。1四十一年十二月、総流を要する第一航空艦隊、長官は、長も忠和中将、参謀長は、草加隆之助少将は、太平洋戦争壁等の真珠湾攻撃に参加。作戦前、軍令部からの要請に応じて、総流、飛流、赤木を外し、航続力の優れた、空母三隻、かが、昇格。 随格に最も優秀な第一航空戦隊、第二航空戦隊を乗せて作戦を行う案が作られたが、この案を知った第二航空戦隊司令官、山口多門少将は今まで訓練してきた人と飛行機を取られ、母艦だけ残されては部下に合わす顔がない、攻撃の後は置き去りにしてくれて構わないと反対した。第一航空艦隊は最終的に空母六隻案で、 まとまり解決している。新珠湾までの道のりは燃料について問題があったが、それを解決するため軍務局の暗黙の了解を得て、名雲長官は自身の責任において、軍規範である過剰な燃料の搭載を行い、解決した。第二航空戦隊所属の艦載機部隊は、艦上攻撃機三32機が海軍航空隊泉基地、戦後廃止され、跡地は民間に解放。 出水海軍航空隊戦後の出水基地参照、艦上爆撃機体36機が、海軍航空隊傘の原基地、鹿屋航空基地から約 5km 東にあったを、訓練基地として、そして第二航空戦隊並び第一、航空戦隊所属の艦上戦闘機体72機は、海軍航空隊再起基地、戦後廃止され、跡地は民間に開放。 再起海軍航空隊戦後の再起飛行場参照を訓練基地として近郊湾や渋士湾、再起湾で演習を行い、1941年昭和16年11月16日佐世保基地にいた加害外の第一航空艦隊、ラグモ機動部隊空母5隻は再起湾にて艦載機部隊を各陸上基地から離陸させて着艦収容した。その時の再起湾には、 ハワイ作戦に参加するほとんどの24隻の艦船が集まっており、総流には第2航空船隊機関として山口少将が座城し、翌17日午後に山本56連合艦隊司令長官の視察を受けて、機動部隊機関赤木に集合した搭乗員たちへ、真珠湾攻撃の全貌が明かされた際には、母艦に戻った搭乗員たちの間で主演となり、 山口司令官や柳本艦長を同上げして、規制を上げている。各艦船は、機動部隊としての行動を誤まかすため、11月18日午前4時に、第1水雷戦隊機関の軽巡アブクマトキカの、駆逐艦9隻、第18駆逐隊、霞、あられ、影楼、白縫い、第17駆逐隊、谷風、裏風、浜風、磯風、第5航空戦隊、 周運が動き出したのを皮切りに、時間をずらしてバラバラに、再帰湾を離れ、艦隊が最終集結する千島列島のエトロフ島、タンカン湾を個別に目指した。艦隊集結予定日通り11月22日に、タンカン湾へ入り、11月26日、南雲機動部隊の一翼として、タンカン湾を出港し艦列を連ね一路ハワイ真珠湾へと向かった。 12月8日、真珠湾攻撃に参加した総流の艦譲機は、理科の通りである。97式艦校18機、水平爆撃隊10期イコール指揮艦、分隊長、安倍平次郎隊員、来撃隊8期イコール指揮艦、分隊長、永井強大尉、霊戦8期イコール指揮艦、分隊長、菅波政司隊員99式艦爆18期イコール指揮艦、飛行隊長校佐、龍諸ゲル章佐、 零戦九機イコール指揮官、分隊長、飯田房田隊員。真珠湾攻撃は、戦艦多数を撃沈する大戦果を挙げた。森十三、大撃隊二番機操縦士によれば、事前に目標ではないと説明があったにもかかわらず、艦航三から四機が、高度島北岸に停泊していた、標的艦與田を雷撃している。操縦は、第二波攻撃隊から零戦三機。 99艦爆2機が未機還となった。ナグモ機動部隊は、所在不明の米空母エンタープライズや歴新ン,ンを、捜索しながら、日本への帰途に着いた。総流飛行隊長国佐、リ茂少佐が、山口多門少将や柳本艦長を通じて、米空母の徹底捜索と撃滅を進言し、一交艦の長官ナグモ中将や、三謀長、 草加少将が艦隊の保全を優先したとする主張もある。同時期、ウェイク島攻略に向かった日本軍第四艦隊、司令長官、井上成美中将、機関鹿島、第六水雷戦隊、司令官、梶岡貞道少将、機関、夕張は島を守るアメリカ海兵隊の反撃によって、思わぬ苦戦を強いられ、駆逐艦2隻、木更に、疾風を撃沈され撃退された。 ハワイから抜き投中だった第二航空戦隊は、米域投攻略の支援を命じられ、第八戦隊司令官、安倍光輝少将指揮下の8隻、第二航空戦隊、総流、飛流、第八戦隊、ト根、チク第十七駆逐隊、第一小隊、谷風、浦風は、南雲機動部隊主体から分離、12月18日より、南洋部隊、 指揮官、井上成美第四艦隊司令長官の指揮下に入った。12月21日、冷戦9機、99艦爆14機が、ウェイク島に空襲を行った。22日の空襲では冷戦3機、97式、艦航16機が出撃した。ウェイク島到達直前、アメリカ軍戦闘機、F4F ワイルドキャットの奇襲を受け97艦光3機、 含む一機不時着水が撃墜されるが、そのうちの一機は水平爆撃の名手として知られ、真珠湾攻撃の際に観光隊の誘導機を務めた、金井昇一飛装機であった。23日には、第一波、冷戦六、艦爆六、第二波、冷戦二、観光級が出撃し、上陸した海軍陸戦隊の支援を行った。同日、ウェイク島は陥落。 12月23日府で南洋部隊の指揮下を離れ、12月29日に日本本土に戻った。1942年、昭和17年1月18日、総流はパラオ諸島に到着した。総流の航空隊はペリリュー島に移動して待機していたが、この間、アメリカ軍潜水艦7隻出現の策的報告により緊急出動している。実際は、 イルカの大軍の5人であったという。1月21日、飛竜と共に出港し、モルカ諸島安本ンン島の州都安本ンン港湾、船舶を例選級、艦爆級、艦航級が攻撃した。24日にも同期数が安本ンン港湾を襲っている。2月15日、南方部隊に編入されて出撃、オーストラリアに向かった。2月19日、ダーウィン空襲に例選級。 艦爆18、艦国18が参加し、カーチスピー40をホーク9機を撃墜、艦爆1機が、不時期救助された。この空襲では、アメリカの駆逐艦、ピアリーなど8隻が沈み、オーストラリアのスループ、ツワンやアメリカの水上規模艦、ウィリアム B ・プレストンなどが損傷している。同日、99艦爆9機が、連合軍特設巡洋艦を攻撃し、 2 5 0ラム、爆弾3発命中を記録して撃沈している。2月21日、総流はスラウェシ島、セレベスト南東岸スターリング湾に入港した。3月1日、偵察帰りの97式艦航がクリスマス島南方でフリーマントルに向かう、途中のアメリカ給油カンペコス、アセスペイカス、AO6 を発見、12時55分に 空母加賀が99式艦爆球機からなる攻撃隊、指揮官、渡辺敏夫隊を発進させ、ついで総流も13時9分に99式艦爆球機からなる攻撃隊、指揮官、池田正し隊を発進させてペコスに向かわせた。加賀攻撃隊は13時21分にペコスを発見して攻撃体制に入り、ペコスに直撃弾1発と試金弾8発を与えたが、 ペコスも、対空火器で応戦して4機が被弾した。加賀攻撃隊は14時39分に、加賀に帰投してきた。総流攻撃隊は、加賀攻撃隊がペコスを攻撃中の13時30分に、現場に到着。加賀攻撃隊が引き上げていった後に攻撃を開始し、命中弾3発と資金弾1発を与えたが、依然対空砲火は凄まじく5機が被弾した。 しかし、ペコスは旅重なる飛弾で左に15度傾き、やがて艦首を先にしての地点にて15時48分に沈没した。総流攻撃隊は15時1分に総流に帰投し、ペコスの沈没の瞬間は見ていない。同日午後7時、総流艦爆球機が戦艦飛鋭や従順とね、地区の砲撃を巧みに回避していた、駆逐艦エドサル。 アシダソル DD-219 を爆撃して、高校府の都市、撃沈のお膳立てをした。3月5日、総流攻撃隊が、ジャワ島チラチャップを空襲して、挑船3隻、撃沈14隻が損傷した後自沈した。その後、ナグモ機動部隊は、スマトラ島南方で脱出する連合軍艦艇の補足に努めた。3月6日、午前、 山口省省指揮下の発隻、第2航空戦隊、総流、飛流、第3戦隊、第2小隊、春名、金剛、第17駆逐隊、谷風、浦風、浜風、磯風は、南雲機動部隊本隊から、分離、総統を開始した。山口司令官は、第2航空戦隊、総流、飛流の護衛 27× 第2章隊、浜風、磯風を残すと、 第3戦隊、第2小隊、春名、今後を、17× 第1小隊、谷風、裏風をクリスマス島砲撃に向かわせた。同日午後1から2時に、艦爆6、観光2が、小戦プーラウブラスを撃沈。午後4時に艦爆7機が、小戦4隻を攻撃、小戦、ウールがを撃沈したのみで、決定的な戦果を上げるには至らなかった。3月11日、 スターリング湾に入港する。3月26日、ナグモ機動部隊、赤木、総流、飛竜、随格、昇格として出撃し、インドへ向かう。4月5日の正論沖海戦にも、機動部隊の一角として、参加、英駆地区間テネドス、仮想巡洋艦ヘクターを撃沈した。さらに、イギリス軍東洋艦隊を襲撃した際には、多空母攻撃隊と共同して、 A 空母、ハーミーズ、従順洋艦ドーセットシャー、コーンウォール、五億地区艦バンパヤ、コルベット艦ホリホック、給油艦、アセルステーン、ブリティッシュサージャントを撃沈した。同海戦での総流艦爆隊の命中率は78%にも、及び各地で花々しい戦果を上げた。4月18日のロリットル空襲の際には台湾海峡を航行中だったため、 千葉県沖にいたアメリカ軍機動部隊、エンタープライズ、コーネットを捕捉することはできなかった。4月22日、日本、横須賀軍港に戻る。この時、第二航空戦隊の機関は飛流に変更され、定期人事移動によって、ナグモ機動部隊の航空戦力は、基礎訓練の終了レベルに到達した者は一人も、いなかった。未熟な航空兵は昼間着艦する段階にも達して、おらず、 熟練登場員の中にさえ明らかに腕の落ちた者がいたという状態になる。1942年6月、第一航空艦隊の指揮下でミッドウェイ作戦に参加。5月27日、総流は日本を出発した。出撃前、総流の長沼道太郎機関特務隊員は、床屋から日本海軍が行けば、 ミッドウェイでも楽勝ですねとおだてられたという。総流の観光操縦員だった大沢達也は戦後アメリカの作家から主観が作戦を芸者に聞かせてそこから漏れたという話を聞いたという。日本時間6月5日午前1時30分、南雲機動部隊からミッドウェイ島への第一次攻撃隊が発進する。この時の出撃陣容は核空母ともに冷戦は 稼働半数の9機、攻撃機は、第一航空戦隊は99艦爆の稼働を全18機、第二航空戦隊は逆に97艦航の稼働、全18機を出撃させている。97艦航は、魚雷ではなく、8 0 0ラム陸用爆弾を搭載しての出撃である。アメリカ軍基地から発進した F4F ワイルドキャット戦闘機6機、 F2A バッファロー戦闘機19機の迎撃と対空砲火により、総流攻撃隊は、全機が被弾して、艦光3機を喪失、富士見に含む、冷戦搭乗員1名が重傷を負った。残る艦光も1機が、飛流に着艦、即時使用可能艦光は10機であった。ミッドウェイ島攻撃隊からの、第二次攻撃の必要性ありの連絡を受け、午前4時15分、長茂司令部は、 アメリカ軍機動部隊出現に備えて、対艦攻撃用の装備で待機させていた攻撃隊に対し、陸上攻撃用爆弾への感想を命じた。午前4時40分、従順トンから発進した霊式水上偵察機が敵らしきもの10隻見ると報告した。一交換参謀長、草加隆之助少将は、空母が付近にいると思うと同時に、敵らしきだけでは命令の変更には、 不十分であり、監視知らせとトネキに指示した。トネキからの電報を受ける直前、あるいは受けた後に、飛竜の山口司令が手のひら公会長の田村史郎、兵装長に指示して、本庁来主図の敵機来襲に鑑み、敵機動部隊出撃の差あり、考慮せられたしという信号文を赤木に送ったという主張もある。午前5時20分、トネキが敵空母の存在を報告する。 この時、総流は十三士艦上爆撃機の試作機を改造した試作偵察機を搭載しており、長雲忠和中将は、この十三士艦爆の投入を命じた。操縦は、飯田正忠、偵飛は、偵察は、近藤勇、飛走長であった。午前5時30分に発進した十三士艦爆は、午前8時30分、ごろ、アメリカ軍機動部隊を発見し、 総流の被弾後は午前10時30分に空母飛流に着艦して情報をもたらしている。なお13種艦爆はアメリカ軍機動部隊発見をナグモ機動部隊に向けて発信したが無線機故障により艦隊側では受信できなかった。13種艦爆の活躍に対し戦闘商法は敵機動部隊状況不明なりし、際極めて適切に捜索直接に認じ、 その後の攻撃、飛竜の反撃を容易に鳴らしめたり、功績抜群なりと評価している。一方で、総流の来撃機操縦員だった森十三によれば、艦爆や観光搭乗員たちは、作的で火がくれると、艦隊司令部への不満を抱いていたという。その後、総流は、アメリカ軍ミッドウェイ基地航空隊の波状攻撃を受け、回避行動と、 ナオエ戦闘機の発進に専念する。また、ミッドウェイ基地攻撃に出撃した観光隊の収容も行ったため、アメリカ艦隊に向けた攻撃隊の発進準備は、父として進まなかった。観光の収容に至っては、午前6時50分までかかっている。午前7時以降、ナグモ機動部隊は、米空母ホーネットやヨークタウンから発進した t b d デバステーターラ撃機の攻撃を受け、 総流も、魚雷を回避する。この状況下、レース戦隊も、各艦の注意も、低空のアメリカ軍機に向けられた。総流戦闘商法では、ナオエレ戦の行動や、連絡方法について、戦闘機使用電波を、制空用、上空ナオエ用の2種類に分くるる、不必要なるのみならず、今回のごとき、電波転換の暇なき場合、ナオエ式に支障をきたすことあり、 敵来撃機に味方戦闘機集中の傾向内なりと問題点を指摘している。日本時間午前7時25分 -28 分頃、現地時間10時25分頃、総流は米空母ヨークタウン所属 SBD ドーオントレス急降下爆撃機十数機の攻撃を受けた。ちょうどミッドウェイ島攻撃から戻ってきた第一時。 攻撃隊観光搭乗員たちが搭乗員待機室で食事をとっている時だった。法術長が気づいて、対空射撃を行うもアメリカ軍機の阻止には至らず、投下されたセンポ本ド爆弾三発が、それぞれ三機のエレベーター付近に一発ずつ命中した。一発が格納庫、下段、二発が格納庫上段で炸裂する。当時の操縦には、第一航空戦隊、赤城、 かがのように時間のかかる陸用爆弾から魚雷への並走転換ではなかったものの、第二次攻撃隊として出撃予定の爆弾を搭載した99艦爆と帰還した第一次攻撃隊の97艦艦に搭載するために左限中央部艦艇にあった魚雷調整場から格納庫に上げられていた魚雷18本があった。それらが次々に誘爆を起こし深刻なダメージを与えた。 尾又佐田を、蒸気層、総流機関か電気分隊は、最初の一弾が、主上機関を破壊し、釜室が全滅、指揮界と発電用タービンが停止したと推測している。撃沈確実と判断したアメリカ軍攻撃隊は、警戒艦に目標を移し、駆逐艦位素風に資金弾を与えた。午前7時40分、機関が停止した。送流の機関部では、通風口から、 炎が噴出し、やむなく複水器の蒸留水を飲んでしのいだ。応急範囲員は、格納庫内での爆弾や燃料の誘爆で死傷し、彼らを手伝う、はずの機関部員は、火災で機関室に閉じ込められ、被弾と同時に電源が切れたため消火ポンプも作動せず、消火活動ははかどらなかった。日本空母の弱点であった、ダメージコントロールの低さも災いしたが、 被弾の時点でもはや手がつけられず被弾からわずか15分後の午前7時45分に総員退去が加齢される。大部分の乗組員は炎に追われ、また爆風で海に吹き飛ばされた。救助に当たった磯風は、総流脱出者に対する米軍機の銃撃を目撃している。午前8時12分、従順地区間、艦長、小村慶三大佐から救援人員を乗せた探偵が到着した。 名雲司令部は、第十七駆逐隊、第二小隊、磯風、浜風に対し、総流護衛と北西への退避を命じる。だが午後2時に、磯風から名雲司令部、ながらに対し、総流航行不能と今後の行動指示をこう、胸の返答があった。午後2時32分には、火災が一旦沈下したという報告が入った。上院の駆逐艦への移動を開始し、午後3時2分、17、 かける第二小隊、磯風、浜風は、総流の生存者を収容した。その後火災が少し収まったので、楠本もと総流飛行長は、防火隊を編成して、再度上官の準備を始める。直後に、再度の爆発が起こり、救出は、不可能と判断された。乗組委員たちは、柳本龍作総流艦長に脱出するよう、懇願したが、拒否される。 柳本艦長の最後には、環境の炎の中に飛び込んだ、ピストルで自決した、など諸説ある。日本時間6月5日午後4時13分マイナス15分、現地時間6月4日19時13分、総流は日没と共に沈没した。磯風の魚雷により処分されたという遺説もあり、南雲の戦闘商法は事実を隠して沈没としか書いていないという意見もある。 浜風に救助された観光操縦員だった大沢達也は大爆発とともに総流中央部に水柱が上がると完備から沈んだと述べている。午後4時20分、磯風は水中で大爆発が起きたのを確認した。柳本艦長以下巡視艦以上35名、下詞寛兵683名、計718名が戦死、その中には 艦内の火災で脱出不可能となった、機関部員が多く含まれていた。機関科の脱出者は、定員300名中、30名弱でしかなく、弾薬運びなどの応援作業に派遣されて、機関室にいなかった新兵が中心だった。搭乗員戦死者は、機上6名、艦上4名の合わせて10名、戦闘機4名、艦爆1名、艦光5名で、エクサタカシシゲヒコ隊長以下、 搭乗員の多くは救助された。ナオエ隊の例潜水機が飛流に着艦して戦闘を続けたが、同艦沈没と共に前期が失われた。戦闘商法による操縦の沈没位置は、後に生存者は、磯風から水上規模艦地代田島に移り、日本本土へ戻った。なお、アメリカ海軍省は、潜水艦のオチラスの報告から、 ノーチラスが総流を撃沈したと長く信じていた。戦後、日本軍側将兵の多数の証言からノーチラスは、艦型が似ていた総流と加賀を間違えて報告したことが判明した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。